お世話になります。バースのエナリストです。今回はパチスロ、ゴブリンスレイヤーについて説明をしていきます。富士商事の台のスマスロ第1弾となっており、好みは分かれますが、ゴッド仕様となっています。それでは説明に進みます。天井はこちらです。通常 AT は純増 2.7 枚100ゲームの AT となっており、52% は 80% ループの継続率。上位 AT は純増5枚100ゲームとなっており、継続率は 80% となっています。上位 AT の場合、1回の AT での獲得枚数が約500枚なので、それが 80% でループすると考えると結構強い恩恵ですね。ちなみにセット数のストックを加味した継続率で言うと約 82% だそうです。ゴッド仕様なので、もちろん8192分の1の特殊フラグもあります。恩恵は次回継続が確定するのと裏ストックになります。裏ストックは平均が2個だそうで、また8分の1で上位 AT スタートの可能性もあるそうです。獲得期待枚数は約2100枚となっており、凱旋の2400枚には届かないですが、まあそれっぽい仕様となっているようです。天井の話に戻りますが、天井は1500ゲームですが、600ゲームと1000ゲームにも振り分けが存在しています。とはいえ、ここの振り分けは極めて低いと思うので、あまり気にしないでいいと思います。そこの600ゲームと1000ゲームの天井恩恵でも、2分の1で 80% が選択されるのであれば、そこも少し意識した狙い目がいいとは思っています。とはいえ、初当たりの 75% がチャンスゾーンからとなっているので、おそらく天井ストッパーは強いと思っています。これらを踏まえた天井狙いの目安はこちらです。ここまでハマるとなかなか拾えることも少ないとは思いますが、狙えたらいいなぐらいの気持ちでホールを歩いてみようと思います。また、100ゲームにチャンスゾーンのゾーン狙いをできるところがあります。どれくらいの当選率かはまだ分かりませんが、付近で落ちていれば狙ってみようと思います。ここは結構拾いそうな気がしているので、実際に稼働が始まっての当選率の数値に期待ですね。この台のチャンスゾーンですが、チャンスゾーンの抽選方法が少し特殊になっています。レア役カウンターというものがあり、スイカを1回引くとそこに1がプラスされていきます。そこの数字でチャンスゾーンの抽選を行っているのですが、レア役カウンターの背景が赤い場合は3の倍数がチャンスとなっているようです。番長3のベルカウンターみたいな感じですね。狙うとしたら赤背景で3の倍数の1つ手前で落ちている場合は狙ってもいいと思います。ちなみにチャンスゾーン抜けと AT 後は必ず赤背景スタートとなるようです。やめ時に関してですが、ゴッド仕様ということであれば、即やめはしないで少し様子を見る方がいいと思います。先ほども言ったように、AT 後はリア役カウンターの背景が赤くなっているので、様子見をしている最中にスイカを2回引いたらスイカを3回引くまで打つ、そしてそのまま100ゲームが近ければ100ゲームのゾーンを見てやめるといった立ち回りがいいかと思います。今回の話をまとめるとこちらです。実際に稼働が始まったら大幅な修正が入るかもしれませんが、ぜひ参考にしてみてください。また同じ日にハーデスも導入が開始されるので、両方とも荒い機種となっているので、天井狙いをする際はある程度の数をこなしていかないと収支が安定しないと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。